親愛なる日記よ。この長い髪をした新しい生き物は本当に鬱陶しい。当てもなくうろついては私につきまとう。こういうのはどうも苦手だ。誰かと一緒にいるなんてことには慣れていないからだ。あの生き物が他の動物と一緒にいてくれればいいのに。まるで人参のように下に行くほど細くなっていく体。あれは男というものだと思う。これまで男というものを見たことはないけれど、そんな風に見えた。だからきっとあれこそが男というものなのだ。最初はあれが私を追いかけてくる気がして怖かった。でもそのうちにあれはただ逃げているんだと分かった。それからは私の方が何時間も後を追うようになった。するとあれはイライラしたり機嫌が悪くなったりして、とうとうひどく嫌がって木に登ってしまった。私はしばらく降りてくるのを待ってみたけれど、諦めて帰った。今日もまた同じことの繰り返し。またあれを木に登らせてしまった。最近私は大きな滝について調べている。この土地であれほど素晴らしいものは他にないと思う。あの新しい生き物はその大きな滝をナイアガラの滝と呼んでいる。なぜナイアガラの滝なのか、私にはさっぱりわからない。
私の名前を教えてあげたのに、彼は全く興味を示さなかった。私はがっかりした気持ちを隠そうとしたけれど、うまくいかなかったと思う。彼はほとんど喋らない。その理由は多分、彼が利口ではないからだと思う。そして自分でもそのことを気にしていて、できれば隠しておきたいから口数が少なくなるんだろう。彼がそんな風に感じているなんてかわいそう。頭の良さなんて大したことじゃないのに。本当に価値あるものは心の中にある。愛情深く善良な心こそが豊かさであって、そういう心を伴わない知性は貧しい。彼がそのことを分かってくれるといいのだけれど、私の名前はイブ。新しい生き物ではなくてイブなの。私はあなたのあばら骨の一本から作られた。私に来てほしいときはいつでもイブと呼んで。こんにちは。こんにちは。私たちがどこにいるのか、あなた知ってる？この土地のために私は、とても素晴らしい名前を思いついた。音楽のように美しく響く名前、エデンの園だ。ここは森や岩ばかりの単なる風景。そのなんて呼ぶにはほど遠い。まるで公園のようだし、公園以外のものには見えないくらい。そうよ、ナイアガラの滝公園っていう名前にすればいいのよ。昨日、彼女は池に落ちた。いつものように池に映る自分を見つめていたのだ。彼女はもう少しで溺れるところだったが、そのせいで池の中にいる生き物たちは息ができなくてかわいそうと言い出した。彼女が魚という名前をつけた生き物たちのことだ。
相変わらず彼女は物に名前を押し付けている。名前なんて必要ないものや名前で呼んだって気やしないものにまで。それはともかく、ゆうべ彼女は池の魚をごっそり捕まえて私のベッドの中で温めてやってほしいと持ってきた。おかげで私は一日中ベッドの中にいる魚たちの様子を時々気にかけてやる羽目になった。魚たちは池にいた時ほど幸せそうじゃない。ただ静かになっただけのような気がする。夜になったら外へ出してしまおう。もう魚と一緒に寝るのはごめんだ。魚に囲まれて横になっていると、ベトベトしてとても気持ちが悪い。あの新しい生き物が喋らなければいいのに、と思う。とにかく絶え間なく喋っているし、その声は私に近すぎる。肩先や耳のすぐそばで聞こえたり、こっちで聞こえたと思ったら次はあっちから聞こえたりする。私の生活は前ほど幸せではなくなってしまった。
今彼女は蛇に夢中だ。他の動物たちはこのことを歓迎している。というのも、いつも彼女の実験台にされて困っていたからだ。もちろん私も喜んでいる。蛇が彼女の話し相手になってくれるので、やっと一息つけるのだ。彼女によると、蛇があの木になっている実を食べてみろと勧めてくるそうだ。結果として素晴らしく立派な教育になるのだという。でも私は彼女に別の結果の場合もあると伝えた。あの実を食べることでこの世界に死がもたらされるかもしれない。だからあの木には近づかないように言ったのだが、彼女は納得しなかった。厄介なことになりそうな気がする。よし、ここを出てどこか別のところに行こう。かつてここはとても静かで気持ちのいいところだった。しかし今朝、あの新しい生き物が土の塊を投げて禁断の木のリンゴを落とそうとした。あのリンゴをあなたに取ってあげようとしたんだけど、どうしても土の塊をまっすぐ投げられないの。あのリンゴは食べちゃいけないんだ。そんなことをしたら悪いことが起こる。あなたに食べてもらうためにリンゴを持ってきたの。たどり着いた場所にはわずかな食べ物しかなかった。背に腹は変えられない。リンゴを食べるしかなかった。お腹が満たされていなければ信念なんて何の力もない。なぜそんな馬鹿げたものを身につけている？あなたもすぐにわかるわ。どうも着心地が悪い。でもスタイリッシュだ。スタイリッシュであることは
着るものには重要なポイントだ。これからは暮らしていくために働くことを定められた私たち、一緒に働きましょう。彼女はパートナーとしてとても優れていると思う。彼女がいなかったら孤独で気持ちが沈んでしまうだろう。今や私は財産をすっかりなくしてしまったのだから。振り返ってみると、エデンの園はまるで夢のようなところだった。この上なく美しかった。でも、失われてしまって、もう二度と見ることができない。エデンの園はなくなってしまったけれど、
私は彼を見つけることができた。そしてそのことに満足している。彼は私を精一杯愛してくれる。私もまた女としてありったけの情熱で彼を愛している。なぜ彼を愛しているのか、それはただ彼が私のものだからだ。他に理由なんてないと思う。この種の愛は理屈や統計から生まれるものではなく、ただ自然に訪れる。だから説明することなんてできない。そして説明する必要もない。こうして何年も経って振り返ってみると、初めの頃私はイブについて誤解していたようだ。イブのいないエデンの園で暮らすよりも、イブと一緒にどこか別のところで暮らす方がずっといい。最初は彼女が喋りすぎると感じていた。でも今は彼女を黙らせて私の生活から追い出してしまったらきっと後悔すると思う。私たちの距離を縮め、私に彼女の善良な心と優しさを教えてくれたあのリンゴに祝福を。どうか私たちが一緒にこの世を去ることができますように。でもどちらかが先に去らなければならないとしたら、私が先でありますように。なぜなら彼が私を必要としている以上に、私は彼を必要としているから。アダムのいない生活なんて私には考えられない。そんな毎日に耐えられるはずはないもの。彼女は言ってしまった。ただ一つ確かなことがある。どこであれイブがいたところ、そこがエデンだった。